フェデックスフィールドはアメリカ合衆国のメリーランド州ランドーバーにあるスタジアム NFL ワシントンフットボールチームの本拠地であるレッドスキンズオーナーのダニエル・スナイダーが所有しレッドスキンズが管理運営を行っている5層の観客席を要し収容人数は9万1665人 NFL 各チームの本拠地スタジアムの中でも最も大きいスタジアムである レッドスキンズオーナーのジャック・ケント・クックは1987年 RFK スタジアムに代わる新スタジアムの建設を計画。9年にわたる交渉の末、建設地がメリーランド州プリンス・ジョージ郡に決定するとすぐさま建設が開始された。しかし新スタジアム完成が目前に迫っていた1997年4月6日、クックは死去した。 同年9月14日、新スタジアムは、クックの名を監視ジャック・ケント・クック・スタジアムとして会場。さらにアメリカ合衆国郵便公社の郵便番号で2785番に割り当てられている地域のうちスタジアム周辺の一帯を、クックの二人の息子の名前、ラルフとジョンを組み合わせた、ラルジョンという地名で登録した。1999年5月、 ダニエル・スナイダーがレッドスキンズとスタジアムを買収。同年11月、スタジアムの命名権をフェデックスが27年2億ドルで取得し、現在の名称になった。スタジアム名はキャメルケースのため、日本語でもが入らない。多くのファンは現在でも、以前のスタジアム名の時の愛称、ビッグ、ジャックと呼んでいる。 また1999年から2000年にかけて、計5500万ドルを投じて改修が行われ、スイート席を含む座席の増設やエスカレーターの設置がなされた。フェデックスフィールドに移転してから、レッドスキンズのチケットが売れ切れにならなかったシーズンはない。NFL1 の巨大スタジアムでありながら、シーズンチケットの予約は10年先まで待たなければ、ならない。 2005年12月18日のダラスカウボーイズ戦には9588人のファンが観戦に訪れ観客動員の球団記録を更新した。しかし2004年8月28日に開催されたカレッジフットボール BCA クラシックの一戦は91665人を動員し、レッドスキンズの上回るスタジアム記録となっている。 フェデックスフィールド外観時折サッカーの試合も行われ、1999年には FIFA フフ女子ワールドカップ会場の一つとなっている。2005年7月28日には DC ユナイテッドがチェルシー FC と親善試合を行い1から2で敗れたものの、球団史上3位となる3万1473人の観客を集めた。レッドスキンズ .com Welcome to FedExField. ありがとうございます。